浄土園、陽谷寺は、京都府長岡京市にある西山浄土宗の寺院。特古水の寺として、また近年は、紫陽花の寺としても知られている。通称柳谷観音。縁日は、毎月17日。震災国33カ所第17番札所。次元では、清水寺の海藻園賃が大道元年に解散したとされ、園賃が、 無国によりこの地で十一面千術千乱、観音菩薩像を監督し、銅を建て安置したのが始まりとされる。その後エンンが清水寺に帰った後に空海がたびたびここで修行をしたとされる。伝承によれば、公認二年、陽谷寺を参詣した空海は、銅の傍らの湧き水で目のつぶれた小猿を抱いてその目を懸命に洗っている親猿を見かけると、 小猿のために十七日間の祈祷を行った。すると、万願の日に小猿の目が見事に開いた。それ以来、空海はその湧き水を眼病に効く特古水として広めたという。特古水は、江戸時代に目の悪かった霊元天皇がそれで眼病を落ちしたのをきっかけとして、以後歴代の天皇へ献上されるようになり、明治時代となって皇居が東京に移るまで献上は、 続けられた。東山天皇の皇妃神数検問院が、東山の本尊に祈祷したことにより、後の中御門天皇が誕生した。その返礼として、中御門天皇が、東山本尊を模し、直告したとされる、観音像が、奥の院の本尊として祀られている。洋谷寺、前方寺、光明寺の三つの寺院は、西山三山と呼ばれる。本説の文化財の名称は、 京都府指定、登録等文化財及び指定、登録文化財による。陽谷寺は1970年代頃までは多くの参拝者を集めた寺院であった。そのため、1975年まで高槻市交通部が市営バスを運行していた。1920年代前半には、麓まで柳谷登山鉄道という工作鉄道を作り、長岡天神駅から、 麓の駅まで神経藩鉄道の視線を引くという話まであった。ありがとうございます。